いよいよ、はい、コナミチューリップフェアです。フェスティバルだっけ、はい、名前よく正式名称覚えてないですけど、はい、なんかね、昨日横見てきたんですけど、まあ、なかなかダイナミックな、演技をこの富山の上空でやるんでね、結構話題になったみたいですよ、昨日この現地元では。結構並んでますね。うわすごいね、ちょ見てすごいね、5万人ぐらいいるんじゃない。いや、そこまでいない。おはようございます。素晴らしい、ありがとうございます。やっぱもうすごい人で、でなんかね、で見てください、チューリップ、確かにこれはすごいわね。すごいね、え、うん、なんか地元のメディアもすごい取材に入っててですね、うん、後ろ僕らの今歩いてきた方向でブルーが飛び込んで、はい、もうみんな場所取りしてますね、はい、改めましてキクチャンネルです。先ほど、朝のね入場のところから見ていただきましたけれども、もう大盛況です。さすが70周年というね節目もあるんですけど、まあ、そもそもまあブルーインパルスが飛ぶっていうことで多く集まったとは思うのですが、でもねやっぱり地元の一大イベントだけあってすごい人ですよ、うん、特にあの家族連れなんかもいてね。いやそうですね、あのなんか結構朝から並ぶのって航空祭みたいにいわゆるマニアばっかになるのかなと思ったら全然そんなことなくて、家族連れとかお年寄りとかもいたので、割とだから地元の人がまだ多い方だよね。なんかあんまりカメラ持った人も、まあ、いるのはいるんですけど、本当に自分の方が多いです ね。我々もあの久しぶりに並びましたもん、ね、本当本当、もうこの1年そもそもブルーインパルスをちゃんと見てないんですよ、うん、なんでやっぱりちょっと期待大ですよね。でまたすごい青空で最高。じゃあ、これからまだまだ時間はたっぷりありますが、はい、ちょっと待ちたいと思います。はい、うわ
ウィーク伊藤君に住みたかっきょう3番ライトウィーク伊藤君に鬼川隆春4番スロット伊藤君に長岡光太5番リードドロー佐藤久太阿波の森俊6番オポージングドロー伊藤君まだ出られたか以上6名のパイロットが本日の展示飛行を行いましたこれでブルーインパルスの展示飛行を終了しますチューリップというわけでフラワーフェス終わりましたなかなかブルーインパルス良かったですねちょっと今日入場者数は聞いてないんですけど割と一番近かったんじゃないなんかね、見た目、ねうん、なかなか大盛況でしたよ、はい、で、チューリップとブルーインパルス、どんなのが撮れたんですかそうですね、ただね、思ったほどこうチューリップがバカバカこう満開っていう感じのイメージだったんですよ勝手にそうでもなかったりしたんですがまあでもいろいろ絡めて撮れましたね、うん、じゃあちょっと見せてください、はい、どうぞはい、というわけでキクチャンネル、富山遠征編これで終了でございますチューリップとブルーは良かったですね良かったですね、うん、結構ブルーも結構、ね、割と8種目かな8科目やったんで、うん、なかなか見応えはありました20分強飛びましたからね、はいまあ、これでまたいろいろ増えていくといいですけどねそうですね、そうですね、もう本当コロナさえ収まればこういうのイベントも本当いろんなところでやるはずだったんでね、はいまあ、まあでも良かったと思います、はいお疲れ様でした。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。登録もよろしくお願いします。はい、それではまた、チューリップ。言うと思った。